長与駅は、長崎県西園義郡長与町吉武田郷にある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。駅名標のデザインは、中尾城公園。長崎本線急線ルートを通る普通列車は浦上、危機追延閣駅の時刻表や、発車表で、長与経由と表記される。ちなみに、新線を通る列車は、発車表で、四福経由と表記される。 なお長崎長与間開業から長崎本線が現在の大村線、佐世保線ルートで全通するまでの約1年間は、ここから3キロメートルばかり離れた船津港より廃棄駅までの間を大村湾連絡線でつないだ。2013年1月末までは長与港から長崎空港まで高速線がつながっていた。現在、長崎空港へはバスで、 都議津町まで抜けた上で、都議津港から別の高速線航路で向かうことができる。終戦時期は長崎市内が被爆したため、長崎本線は当駅で抑止されていた。古くは旧自体の長屋の表記も見られた。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。駅舎は1997年11月に京上化され、 長与町特産のみかんを半分に割った形状をモチーフに作られた。窓ガラスにステンドグラスがはめ込んである。二つ伊佐早寄りにある大草駅と同じく長崎本線急線上にある数少ない交換可能駅である。長崎駅や浦上駅と当駅との間を行き来する利用者も多いため、長崎駅から来た一部の列車が折り返している。 JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。出札窓口は簡易売店も兼ねており、自動券売機の横の棚で商品を売っている。駅出入り口からそのまま歩道橋で道路の反対側へ、つながっている。長崎バス、長崎県営バス。ありがとうございます。